クリスチアーノ・ダ・マッタは、ブラジル人のカーレーサー。2002年のカートチャンピオンで、F1 にも参戦していた。ダ・マッタの父はブラジルで14度のツーリングカー、チャンピオンに輝いたドライバーであった。ダ・マッタ自身は16歳で、カートデビューするが、すぐにトップクラスの実力を見せ、数々の勝利を得る。その後、1993年には、ブラジルのフォーミュラ・フォードで、 1994年にはブラジル F3 でチャンピオンを獲得する。1996年にはヨーロッパに戦いの場を移し国際 F3000 へ参戦していたが、1997年にアメリカでインディライツに参戦、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得する。1998年には同シリーズで7勝を挙げてチャンピオンを獲得すると、1999年に カートへ、トヨタエンジンを搭載したアルシエロウェルズレーシングから参戦する。2000年に早くも初優勝を果たすと、2001年からは、名門ニューマンハースレーシングのシートを獲得し、2002年にチャンピオンに輝いた。この活躍を見て、同年より F1 参戦を開始していたトヨタがだ、マッタの F1 への移籍のため翌年以降のニューマンハースとの契約を調整。 ダマッタは F1 に参戦することとなる。2003年のイギリス GP ではレース中コースへの侵入者が現れたことにより、セーフティカーが導入され、直前にピットインをしていたダマッタは13週目、同僚のオリビエ・パニスとの位置からに走行を果たす。16週目でパニスは、君ライコネンに2位を譲りダマッタも間もなく、ライコネンに追いつかれるが、 その後のライコネンの激しいアタックにもミスを犯さず30周目にピットインするまでレースをリードし続け、カートのアイスマン健在を示した。また、予選が雨により混乱していた日本 GP では予選3位を得るなど、この年は F1 デビューイヤーとしてはまずまずの成績を収め、ルーキー・オブ・ザ・イヤーも獲得した。しかし、2004年になるとトヨタのマシンは戦闘力を落とし、 その中でが、マッタ自身もチーム首脳との関係を悪化させ、ついに、ドイツ GP 終了後に、サードドライバーのリカルド・ゾンタにシートを譲ることになった。2005年は再び、アメリカに戻り、チャンプカーシリーズに、PKV レーシングから参戦、第4戦ポートランドで早くも PKV にとっては、初の優勝を与えながらも、最終的には、シリーズ11位と失意のシーズンに終わった。 2006年のシリーズ開始直前に、会チームながら、立て直しを図るチームオーナー、デールコインの元デールコンレーシングからの参戦を発表した。2006年8月3日、ロードアメリカでテスト中に、コース上に侵入した鹿とターン6に点撃突。右フロントタイヤで跳ねられた鹿が、コクピット側に飛び頭部に命中。一時意識不明となり、硬膜下血腫を取り除く手術を受けた。 1> 約1年10ヶ月のリハビリ及び休養の後、2008年5月にラグナセカで行われたグランダムシリーズにて復帰を果たした。インディライツカート、チャンプカーワールドシリーズカートチャンピオンを獲得したこともあるドライバーながら、性格は至って控えめで真面目である。トヨタ F1 在籍時代には、チームメイトのオリビエ・パニスと並んで歩いていた時、 駆け寄ってきたファンがパニスと一緒に写真が撮りたいと希望し、黙ったにカメラマンを頼んだ。だ、まった本人も怒らずに撮ってあげたという。トヨタ F1 首脳陣は、このような温厚なだ、まったの性格を闘争心がないとあまり評価しなかったようだ。ありがとうございます。